はい、皆さんこんにちは。株式会社ミマのミマコンスケです。八尾の不動産マンション情報を、独断と偏見でお伝えしたいと思います。あくまで私の個人的な感想ですので参考程度でお願いします、メリット、いいところをお伝えしたいと思います。デメリットは会社の方に直接聞きに来てください。それではどうぞ。はい、キャステージパークです。国道25号線沿い JR 八尾駅から、歩いて行けるところに1番館、2番館、3番館、4番館と4棟建ってる大きなマンションです。それぞれですね、販売時期が異なりますので、外からの見た目とは違って中の仕様ですとか作りも変わっています。自走式の駐車場がある棟や機械式の駐車場の棟なんかもあります。あと屋上に、収納グルニエがあるような、部屋もあります。小学校はですね、長畑小学校、中学校は龍月中学校、まあ便利な国道沿いですので、買い物、飲食、まあ、駅までも歩けます。非常に面白いマンションです。ぜひご覧になってください。それでは。